そういやいそういうのが好きなやつがいるな、うん、男同士が好きなやつがいる、それはそれでいい、うん、いやいやいや、おいおい大学生かおい注意しろってコメントいっぱい出すんじゃないよこれこそまさにこれですよ、確かにこれはそう、みんな思った、確かにドキッとしたシーンでしたね。そう、問題の間だけコメントできない、助けてお願い、コメントお願いします、ダメです、お願いします、コメント、意味なくなるんで、いやいやいや意味なくなるんで、うん、ただただ可愛いだけですからね、ただただ可愛い映像が流れてるんです、あなたたち、うん、あなたたちがただただ可愛いだけです、でもヒント、あ一瞬見えました、一瞬見えたけど、違う違う、みんなホテルさんじゃない、もうちょっと可愛いことすれば出してもらえるんじゃない、もうちょっとやればいいってこと、ダメダメダメ、そんなルールないです、そんなルールないです、うん、ただただあなた方が可愛いだけで、ダメです、一瞬で一瞬で、うん、なんかこの可愛い顔からの表現がすごいですから、うわっていうこのにゃー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 にゃめっちゃありました。あったあった。多分ちりめんじゃこの上の方にありました。え、嘘。公式サイトの毎日チェックしていただいて、公式ツイッターなどフォローしていただいて、そうするとね、情報が得れると思います、アニメの放送まで待ちきれないという方は原作コミックスも好評発売中でございます、はい、不思議な魅力にあふれた本作きっとアニメとは違った楽しみ方もできると思いますので、興味を持たれたという方はお手に取ってみてください。ということで本編はこの辺で、ありがとうございました。ということで気になる方は絶対に書くなよ、絶対に書くなよ